かしたのか？開門だ。二見が向こうを連れて帰ったぞ。ただいま。お帰りなさいませ、お嬢様。突然のご帰還、少々驚きましてございます。修行が足らん証拠だ。これは敵意志。ご一、精進いたします。うん。そちらの方は？私の婿だ。この方か。御坊萌一と申します。ようこそいらっしゃいました。さく、お、お嬢ちゃん、お帰りなさいまし。菊の丸か。婆様はおられるか。ああ、いいんじゃないの？呼んでこよっか。菊の丸、お嬢様に対してその物言い、何度改めろと言わせれば気が済む。あ？お嬢が気にしてねってんだから別にいいんじゃねえか。己の身の程をわきまえろと言っているのだ。我らはいい家に仕える。貴様はお嬢様のご恩情にすがっているに過ぎ。
ちっせえ人間ちっせえ。下お嬢見習えよ。器の大小の問題ではない。礼は礼である。くっそ、細けえから吐けんだよ、おめえは。お嬢様、お目汚しとなります。今よりここに目つきの悪い山猿の死骸が散乱いたしますので、どうぞお屋敷の方。わかった。ほどほどにな。はっ。歯じゃねえ歯じゃ。だいたいてめえはいつも。お、ちょ、マジか。てめえ本気なんだな。オーケーパンパゲポイよ、決着をつけてやろうじゃない。バカ者、これは断じてハゲではない。ただ毛髪が新天地を求めて旅立っただけなのだ。それをハゲって言うんだろうが、この地肌の踊り君が。スチュア、お坊ちゃんか。何をしておる。それを言うためにわざわざ。これはこれは。なるほどね。まずは頭を上げてくれんか。これでは話もできる。ぼっちゃん、よーきなすった。大きゅうなったの。
こまでは迷わずに来れたか。そうか、そうか。この町まで来るのも大変だったろうに。ようもこの屋敷まで訪ねてくれた。坊ちゃん、名はなんと。いや、てっきりコクが来ると思っておったでね。すまん。何か？そのことか。すまんの、あの子は思い込みの激しいたちでな。そのことで何かそちらにご迷惑をかけたのではないか。わしからも少し尋ねてよいか。二人とは仲良くやってくれておるか。そうか、家事だけは得意な娘よ。そうか、役に立っておるか。どうか、あの子はいつもと変わりないか。しかり。学園には大好きの娘もおろう。あの子らと二人はどうか。
そうか、我らが関係を聞き及んだか。大好きと我ら、確かに未だ多少のいざこざは。それでもここ100年ほどは互いに落ち着いたものよ。戻りました。よう戻った。主人ちゃん、失礼なことを考えてる目だな。これ二人、坊ちゃんに失礼な。ごめんなさい。今回の罰は水牢ですか、それとも焼き串ですか。そんな程度で済ますものか、坊ちゃんに恥をかかせおって。そうさな、冗談だ。冗談よ。なんとなくご主人ちゃんが考えてることが分かったんでな。二人が考えてることが分かったので乗ってみたまでよ。二人、肝心なことを聞いておらなんだ。何でしょうか。
幸せにやっておるか。はい。そうか。別に大したことじゃない。ありがとう。いい、拾わなくていい。だから。教えてくれる人がいないんだ。仕方ないだろ。ばあ様は。愛しなさい。そして、愛されるようになりなさい。としか言ってくれないから、具体的じゃないんだ。それだと、私はどうしたらいいのかわからないから。この本、なぜか内容は書いてないんだ。なんだ？私のバイブルだぞ。
中。ここに墓を作り直せ。いささか予定が変更された。承知いたしました。あの子には気取られんようにな。そっか、今だ。お姉様に…って、このヘタレが…ヘタレくん、おはよう。サクが寝起きパジャマの愛を見て浴場するから。さあ、サク、今から大事な話をするよ。朝さ、起きるじゃない？で、顔洗って、朝ごはん食べて、着替えて、学園に。来てゴロゴロして晩ご飯食べてゴロゴロしてお風呂に入ってゴロゴロして、で寝るじゃない。合理化。起きて、そして寝る。あー、完璧。無駄がなさすぎる。すでに先人が合理化済みか。実家の方、お父さんとお母さんが出かけなきゃいけなくて。うん、だから寂しくないよ。一休みしたくなったら、うちの方に来てね。どうした？
問題じゃない。平気ならご主人ちゃんが通ったらどうだ。そこに座。同意を求めるな。もう終わってしまいますわね、双子座の期間も。彼女が選んだテリビナも。すごいね、二人でこれだけのことをしちゃうんだから。本当に呆れるくらい単純。ねえミドナ。何のんちゃん。このテリビナ、あなたはどう思われましたの。素敵ですわよね。あんなにまっすぐな瞳をしちゃって、いつだって私に、お姉様にですらまっすぐな言葉をぶつけてくるお方。あんなにまっすぐだから、もしダメだってことになったら、あの方はどんなお顔をしてしまうのかしら。のんちゃん、心配なんだね。違いますわよ。私は別に。のんちゃん、だってどうせご成功なされるのはお姉様だけなんですのよ。失敗するって分かっておりますのに。あの、テレユキの恋か。もしも誰かがここで火を焚いて、せっかく生えた景色がまた一面の桃色で埋め尽くされてしまったら、その時はさすがにあの方も諦めるかしら。のんちゃん、そうしたらあの方のせいにはならない。失敗したのではなく、火を焚いた誰かのせいにできる。悲しいかもしれないけど、まっすぐな気持ちはどこにもぶつからないで済む。なんてね、冗談ですわよ、冗談。